気軽だし貼るだけっていうのが一番楽かな。特に運動したりとかストレッチしたりとかしなくていいっていうのが一番の、はい、まあ、おすすめポイントかな。あの最初はまあ背中とか肩甲骨周りがもう張って凝ってるような格好 で、はい、であとまあ足もなんですかね、ふくらはぎとか、まあ、アキレス腱あたりが硬かったっていうのが最初の症状で、やっぱりこう起きてこう背筋伸ばした時とかにこう、はい、なんか肩が重いなとか、 あと仕事終わりとかですね、朝と仕事終わり、はい、なるほど。足はですね、まあたまに外出たりとかするので、そういった時の、まあ、はい、夜とかですね、夜中足つったりとか、はい、なるほど、そういうのがあったりしたんで、はい、はい、もう最初、まあ、ちょっと半信半疑で痛かったんで、まあ、こんなテープぐらいで効くのかなって思ってたんですけど、はい、まあ、最初、まあ、2、3日してしばらくすると、ちょっとずつ、まあ、なんか変わってきたなっていうのが、徐々に実感湧いてきて、はい、で、まあ、いろいろとここで、あの足はここに張ったらいいとか、はい、肩はここに張ったらいいとか教えてもらいながら、はい、まあ、ちょっといろいろ張ってみて試してみて、うん、徐々に、あ、なんか効いてきたなっていうのは、はい、なんかどの辺がこう楽になった感じを感じられました？やっぱ、まあ、肩中心のところに張ってたので、うん、肩周りは特にですね、はい、で、あとはちょっと日によって足、たまに張ったりとか、全部張るといっぱい手が出るすぐなくなっちゃうんで、はい、まあ、2箇所ぐらいとか3箇所ぐらいに押さえてとか、今日左側を3箇所、右1箇所とか、はい、まあ、そんな感じで使ってました。やっぱり安いってのが一つあるのと、あと、まあ、気軽だし、貼るだけっていうのが一番楽かなっていう。他の、まあ、相手もそうなんでしょうけど、特に運動したりとか、ストレッチしたりとかしなくていいっていうのが、一番の、まあ、おすすめポイントかな。そこ大きいですよね。はい。やっぱりこう、ちょっと、なんかするのが億劫な人とか、はい、あの、ほんと貼って、まあ、朝起きて剥がすだけなので、はい、まあ、それぐらいを繰り返し、まあ、継続的にできる方が一番おすすめなのかな。なるほど。はい。ありがとうございます。